今日も西日本から東北地方にかけては猛烈な暑さとなるところがあります。引き続き熱中症に厳重に警戒をしてください。でその要因なんですけれども、こちらが午前3時のお天気図となります。今日はですね、東の方から高気圧が張り出しておりまして、その高気圧周辺の風、例えば東北地方ですと東からの流れ込みですね、また西日本ですと南東からの風の流れ込みがありまして、それぞれ山を越える形で、いわゆるフェーン現象、これが発生をするということになります。でその結果、こちら全国のアイコンで見てみますと、気温特に上がりやすいのがまずは大阪平野のあたり、このあたり大阪は38度を想定しております。また東北の日本海側、秋田は37度、そして北陸ですとかこの他山陰地方でも猛烈な暑さとなるところがある見込みです。各地でかなり厳しい暑さとなる中、やはり熱中症への警戒、これが広く必要となります。こちらご覧いただきますと、14時、最高気温が出る頃の暑さ指数になります。ご覧の通り、この紫色が北海道の一部にもあります。東北以南は広い範囲で紫色、危険レベル、あるいは非常に危険レベルとなりまして、ここまで上がりますと屋外での運動は原則中止レベルということになります。ご覧の通り、特に近畿や東海、九州などがその範囲が広くなる見込みでして、今日も引き続き熱中症には広く警戒をするようにしてください。最新の気象情報についてはご覧の YouTube のチャンネルでも随時ご確認いただけます。チャンネルをご登録の上、最新情報の取得にどうぞお役立てください。